はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。行きましょう。ハンギョレでございまして、愉快なお隣さんのサハ系メディアですね。これが昨日8月7日の5時11分ですね。コラム、韓国経済警告音が高く鳴り響くというコラムでございまして、長いな。イ・ボンヒョンさん、経済社会研究委員長兼論説委員と、まあだからハンギョレの中の人なんでしょうね。まあじゃあ飛ばし飛ばし行きましょう。最近ですね、韓国経済についてはですね、前半6月まではですね、まあ不調と言っていい状態でして、サムソンもですね、SK ハイニクスもですね、業績を軒並み落としまして、大丈夫かいなという話になったわけですけども、まあただヒュンダイですね、ヒュンデ、現代ですね、日本流現代の自動車部門は言うあれですね、業績を上げて、造船部門もまあ好調という感じです。で、ただ成長はですね、まあ止まってる感じですね。でマンション価格はですね、いや下がり始めて、どうなのどうなのという感じでございまして、ところがですね、後半、もう後半入ってますけど、半導体の市況は回復するんじゃないかという希望的観測に満ち満ちていたんですよ、最近。あんまり悲観的なこう見通しがなかったんですけど、まあ、そんな中でですね、こうハンギョレがですね、悲観的なことを言ってるんですね。へーと思いながら行ってみましょうか。韓国経済の低高度の経営法音が鳴り響いている。低高度ってもう大したことないでって言ってるんですね。機種をすぐに持ち上げ、エンジンの出力を上げなければ目の前の山頂を避けられないにもかかわらず、揚力はなかなか上がらない。揚力ってこうふわっと上上がる力ですね。生産、消費、投資、輸出、債務、財政など主な経済指標に一斉に赤信号が灯っている。こうしたことが全政権で広がっていれば、保守系の新聞や経済誌によって粉々になるほど叩かれたはずだが、ユン・ソンニョル政権は不公平なことに変更した経済ジャーナリズムの恩恵を受けているだがメディアが優しく扱うからといって現実がそうなるわけではなく、お手上げだという自営業者の嘆きや、韓国経済はこのまま進めば大変なことになるという専門家の懸念が強まっていると。ここまでは別に何も言っていないに等しいですねみんなユン政権はですね、経済ジャーナリズムによって批判されていないというだけですね。まあ、左翼の人ってね、まあ、日本でもね、お隣さんでもアメリカでもそうですけど、大体こう、そういう、こう、偏見から入る場合が多いんで、こういう書き出しになることが多いですね。韓国経済は縮小し後退しつつある。韓国が国連機関によって先進国として正式に認められたのは2021年。その前年に韓国の経済規模は世界10位にまで上昇して、別に。それがですね、今下がってるという、13位に下がってるというふうに、なってるんですね。そんな話をくだくだと書いてあります。まあ、やっぱしレベル低いな。世界はコロナ禍の圧力を乗り越えて回復しているが、唯一韓国だけは輸出と製造業の不振によって低成長の泥沼でもがいている。もういい加減なこと書いてますね。唯一韓国だけはって、ちゃんとあんたし他の180とかぐゆくに調べたんかいっていう話ですねもうね、こういうのを読むとね、しらっとしてしまうんですね。大体世界第2位の経済大国である中国がですね、輸出も製造業も喘いでるわけですよ。なんでそこを無視して唯一韓国だけやとか言えるんやろと。まあ一挙吐くようにですね、本当にないことをおっしゃるお隣さんらしい書き方ですけどね。ちょっと飛ばしましょう。しらけたから飛ばしましょう。国際通貨基金 IMF は米国、日本及びユーロ圏の大半の国が成長率見通しを引き上げたが、韓国は 1.5 から 1.4 に下げたと。5回連続で見通しが下がったわけだが 1.4 センチャーにあるという、もうこれもなんか意味のないことですね。ちょっと飛ばします。このように非常事態であるため、経済のハンドルを握る政府与党を見るのは当然だ。不幸なことに現政権は経済に対するビジョンや専門性、一貫した実力、立候力を示せずにいる。
富裕層減税という財政健全財政という矛盾した話題を振りまき、財政支出を減らすことで低下する景気にさらに冷や水を浴びせているのがその一例だと、まあ、うにゃうにゃ書いてありますけども、この辺でやめましょう、アホらしいから。まあ多分このコラムはね、宮内さんの経済がこう危機に瀕していると、危機になりつつあってですね、国際機関からもそういう指摘を受けているにもかかわらず、現ユン・ソンニョル政権ですね、何もしていないし経済無策であると、こんなんやったらあかんでというのを言いたいわけでしてですね、この方多分だからどう言いましょうね、経済の専門家ではないんちゃうかなという気がしますけどね。経済社会研究所委員長とかって肩書きありますけど、書いていることがですね、エコノミストっぽくないですね。まあ要は現政権を批判するためにですね、都合のいい数字をいろいろ出してきてうにゃうにゃ言うてるだけという感じがしなくもないです。まあ典型的な左の方のこう論説ですね。やっぱりね、こういう、こう、それらしいけどもですね、中身のないような論説に引っ張られてですね、四政権はあかんとかってさ、左の人は言うてるんでしょうね。まあ、ただね、言うてる方向性は正しいんですよ。実はですね、お隣さん、このさっきその希望的観測で良くなるという論説もあるという話をしましたけど、そういうふうに後半は良くなるっていう根拠のないですね、こう観測を出している論説が結構多いです。まあそれはまあ彼らの根拠はですね、半導体不況がもう1年も続いてると、普通1年だったら循環でですね、また良くなるはずやと。でしかもですね、2020年に発生したですね、巣ごもり需要ってあるんですね。コロナによってこう家にこもると、そのために家にですね、情報機材が必要やということでバーッと売れたわけですよ。いわゆる PC 関連がですね、でそれがですね、一巡りして今2023年だったんですよ。丸3年経ったと。普通 PC ね、4年から5年で買い替えるでしょ、それが始まるんちゃうかみたいなですね。まあそういう根拠だと思うんですけど、そういうまあ楽観論が占めてますけども、今のところね、世界的に見て半導体市況が回復するような感じは見えません。ですんでこの後半もですね、韓国の主力産業ですからね、メモリー半導体というのがですね、それが回復しない限りにおいてお隣さん経済はアウトなんですけど、それは現政権の責任ではないんですよ、私が見ている限り。言ってみりゃ前政権のムン・ジェイン政権の責任でもありません。それは大きな流れなんですよ。大きな流れであってですね、政府の経済政策によってもたらされた不況ではないし、政府の経済政策によってどうにかなるもんでもないわけですよ。ただお隣さんの悪い癖としてね、現状の悪いことはみんな政権が悪いというふうにしてしまうわけでして、まあいつまでたってもだからね、民主主義が成熟しないわけですよ、そういうことをやってると。まあ日本でもね、似たようなことありますよ。アメリカでも似たようなことあります。景気が悪くなったら政府が悪いんやって、支持率が下がるわけですよ。今の日本は違う意味で、いろんなスキャンダルで下がっていますけどね。でもまあ、この半行でもね、今ちょっとちょろちょろちょろと言いましたけど、まあ、ためにするというか、今景気が悪くなっているのは全部政府の責任で、これから悪くなるのも全部政府の責任で、今の政府はユン・ソンニョルというですね、ハンギョレが反対するですね、保守の政権だからこうなっているんやと。まあ日本のね、立憲民主あたりもですね、こう言いそうなベクトルですね。いかにもな、何でもかんでも政府が悪いんや、あんたらが悪いんやって言うてる、辻元清美とかですね、蓮舫のが使うようなロジックと非常にこうよく似てるなという気がしました。まあまあ、どこもですね、リベラルなんてはこの程度のものでございます。もうちょっと上手に言うたらいいんですけどね。ただこれに騙されてしまう人がほとんどではないかなという気もしますけどね。はい、
ということで今半分も読んでいませんけども、このハンギョレですね、コラム、韓国経済警告音が高く鳴り響くというですね、分かってるのは分からないような論説、一応ね読む価値はあんまりないんですけど、まあまあ、一応貼っときますんで、確認された方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。